サワリーハ単語フレーズの広げ方、41回目のトピックですね。今日はもう大晦日なので、来年に向けてですね、少し贈る言葉って言いますか、まあお祝い、願掛けの言葉ですね。幸福が訪れますようにっていうふうにしておきました。このようなまあ年末年始とか、何かしら願掛けの言葉っていうのでは、タイ人が一番よく使うフレーズかなというふうに感じています。はい、見ていきましょう。コハイミクアムスナカ、コハイミクアムスナカ、コハイミクアムスナカ、こんな感じですね。コハイっていうと、後輩何々で何々でありますようにっていう、まさにお祈りや願掛けの言葉、祈願文を作るフレーズになります。次ですね。みっていうとあるないのあるでしたよね。そしてクワムス、ちょっと長いんですけれども、クワムス、クワムスで幸せ、幸福っていう意味です。このクワムっていうのは抽象名詞を作るんだっていうところで、タムクワムサアのところで触れたクワムと一緒です。で最後にナ、ナカ、ナカとか入れると、相手に投げかけているっていうね、そういうニュアンスがしっかり出ますよね。ですから相手に言ってあげるときっていうのは、後輩何々なか、後輩何々なか、こんな感じで言うようにしたら綺麗かなっていうふうに思います。じゃあ次ですね、少し広げていきたいんですね。こういったフレーズですね。それからその前にかな、後輩、後輩がどうして祈願文、願掛けの文になるのかっていうのも、はいからちょっと説明できたら面白いかなっていうふうに思っています。はいっていうのはちょうど2回前ですね、39回目の、きちんと確認してくださいねですかね。そこで取り上げましたよね。そこと同じこと書いてます。ここはいの役割っていうのは、はいの後で目標とか対象を示すんだなっていうのがありましたよね。ですからこういうことなんですよ。こうっていうのはくださいですから、ミクアムスで、まあここあなたが省略されてますからね、あなた、くんでしょうかね、くん、ミクアムス、ね、あなたが幸せであるように、ようにくださいって言ってるんですよ。なのでもう祈願文にしかならないですよね、そうやって考えるとですね。はいの役割っていうのは、これ僕の感覚では本当にもうここに集約されてて、いろいろなはいの使い方っていうのが載っている辞書とか載っていると思うんですけれども、結構僕の中では一つやったりするんですよ、感覚的に。まあ、そういうのも、抽象化した意味っていうのも知っておくようにしてください。はい、じゃあ次です。具体的に、願掛けの文章っていうのを作っていきましょうですね。ルアイ、ルアイですね。これはルアイっていうとお金持ちです。ですから後輩ルアイ、ルアイなかっていうとお金持ちになれますようにっていう、結構タイ人使います。次はブロードパイですね。ブロードパイ、ブロードパイですかね。っていうと、これ安全っていう意味です。セーフティーですね。安全っていう意味です。ですから、こう、はい、ブロードパイなんかっていうと、安全でありますように、そんな感じでしょうかね。パイっていうと、これ安全の逆なんですよ。危険っていう意味なんですよ。ブロー、ブローっていうと避けるっていうような意味なんですね。ですから危険を避けるで、これでセットで安全っていう意味で、使われます。
他パイはですね、聞いたことある言葉としては多分、プラガンパイとか、プラガンパイっていうと保険ですね、インシュランスですよ、うん、プラガンっていうと保証する、パイっていうと危険ですから、危険を保証する、要は保険のことですよ。もう日本語もそのままですよね、保険、危険を保証する。あとはパイタンマチャーとか、パイタンマチャーっていうと自然災害のことですね。パイっていうのはまあいろいろな言葉とくっついて使うものかなっていうふうに感じてます。はい、次です。チョークディー、チョークディーっていうとグッドラックです、幸運です。ですから、こう、はい、チョークディーなかっていうと幸運が訪れますように、そんな感じでしょうかね。はい、次ですね。ソープパンですね。ソープパン、ソープパンっていうと、これは受験のことです。それに合格するっていうことです。ですから合格祈願ですよ。コハイソープパンナハ、コハイソープパンナハ、合格できますように、そんな感じでしょうかね。これ結構語順間違える人が多いので、試験に合格するっていうのはタイ語ではこのように言います。ソープ、ソープっていうと試験を受ける、受験するです。パーンっていうと通る、通るですね、道を通るもこれ使うんですよ。ですので、これで合格するです。ですからタイ語ではこのように言います。受験して合格する、受験して合格するって、これ両方とも動詞の使い方なんですよ。面白いですよね。ですから試験に、落ちるですね、不合格ってなんていうかって想像つきますかね。タイ語が好きな、言葉の並べ方です。 So my pan、 ここに my 入れますよ。 my、 否定の my ですね。 So 試験は受けますよね。でもパーン、マイパーンですね。ごめんなさい。マイパーンですね。通らない、受からない。これで試験に落ちるって、そういう意味になります。はい、次ですね。ミーフェンディディ、ミーフェンディディってしておきました。ミーっていうのはあるとか持つですね。フェンっていうと恋人にしましょう。まあ彼、彼女、恋人ですね。ディディっていうのはいい、いいっていう強調ですね。ですから、ファンディディでいい恋人、素敵な恋人ぐらいでしょうかね。そういったら綺麗ですよね。なので、コハイミファンディディナカ、コハイミファンディディナカっていうと、素敵な恋人ができますように、そういう意味になりますね。ミファンで、ここで恋人がいるですね。これ意外と皆さん間違えるのが、ちょっと話飛んじゃう、まあ、飛んじゃっていいですよね。この広げ方って言ってますからね。意外と皆さん間違えるのが、例えば、友達が欲しいって、友達が欲しいってタイ語で何て言うかっていうと、いやー、これ何々したいですね。 want ですね、 want to ですね。 やーみー、ここにプアン入れるんですね。ヤクミプアン、ヤクミプアン、これで友達が欲しいです。これよく代を最初の子入れちゃう人も多いですね。ヤクダイプアンってあんま言わないですからね。言わないですね。ヤクダイでこれで欲しいっていう風に、習うと思うんですね。でも代の後って普通はものです。ですからヤクミ人、ヤクミ人、人が欲しい、役代物、役代物、物が欲しいっていう風に覚えるようにしてください。ですから役に不安で友達が欲しい、役にフェンで、恋人が欲しい、役にルーで子供が欲しいみたいな、ね、そんな感じでしょうかね、うん、いいですね。その次ですね。これは、ここに主語を入れちゃってもいいんですよ、別に。いいですよね。そして自分に言ってもいいんですよ。例えば日本でも、試験に合格しますようにとか自分に言ったりしますよね。なので自分に言うこともできるんですよ。
ってことは、さっきここに言ったんだけれども、これはまあ、あなたっていうのが省略されていると。普通は相手に対して言うフレーズではあるのにね。自分に言うときって心の中で言いますよ。ね、まあいいでしょう。まあ、後輩ソファン、後輩ポン、後輩ちゃん、ソファン、ソファンって言ったら、私が受かりますように、こんな感じでしょうかね。ここに主語を入れたパターンがここになりますっていうことでしょうか。ラオっていうと私たちですね。マイダイジュガンイー、ラオマイダイジュガンイー、もう私たちは会わないでいいでしょうかね。ですから私たちはもう会いませんように、もう二度と出会いませんように、なんかそんな感じの意味ですね。こう、はい。ラオマイデイジュガンイークでしょうか。こういったのも、なんていうんですかね。そんな冗談で言えたら面白いですよね。こういうちょっと面白めのも、話してみて、使ってみて、いいのかなっていうふうに思います。面白いですよね。というところで、今日は、特に説明漏れてるところはないですね。大丈夫でしょう。サムラワンニケニコナカコハイミクアンスナカコハイミクアンスナカコプンカップ。